バンクーバーハーバー水上空港はカナダブリティシュコロンビア州バンクーバーのコールハーバーにある水上機用の水上空港である。バンクーバーの中心市街地における交通結節点であるウォーターフロント駅にもほど近く離着陸数は約5万回で水上空港としてはカナダ1位である。カナダ国境サービス庁の職員が配置されており、 入国管理機能を備えているが、乗客15名以下のゼネラルアビエーション機に限られている。バンクーバーハーバー航空管制塔は1973年建造のグランビルスクエアビルの最上階に位置しており、地上高142メートルは世界一である。すぐ東側に水上ヘリポートがあり、ここに発着するヘリコプターの管制も行っている。 2011年5月25日、バンクーバーコンベンションセンターに隣接したターミナル、バンクーバーハーバーフライトセンターが開業した。もっとも、すべての水蒸気がこのターミナルから発着するわけでは、ない。旅客定期便を運行する会社としては、ハーバーエアグループが主である。ビクトリアハーバー空港との定期便が非常に多く、運行されている。AB トータルエアクラフト・ムーブメントバイ・クラス・オブ・オペレーションナブ・カナダ・タワーズエアクラフト・ムーブメント・スタティスティックスナブ・カナダ・タワーズフライト・サービス・ステーションズアニュアル・レポート2011スタティスティックス・カナダ2013年4月26日閲覧カナダ・フライト・サプリメントハット・バンクーバー・ハーバー・エアコントロール・タワー A グランビル・スクエアハット・エイドリアン・ジェラルドナブ・カナダ・タワーズ ビッグワンドスモール。2013年4月26日閲覧。A ・バンクーバーハーバーフライトセンター。ありがとうございます。